ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お、霊夢。何をぼんやり眺めているんだ？あ、魔理沙。部屋の片付けをしていたら、懐かしい絵本が出てきてね。子供の頃よく読んでたなって。桃太郎か。霊夢の一番好きな昔話って言ってたよな。そうね。完全凶悪でわかりやすいストーリーが今でも好きだわ。でも、本当に鬼って実在するのかしら？しかもそれを退治したって。まあ、あくまで昔話だから、どこまでが本当で、どこまでが創作かなんていうのはわかんないよな。しかし、ユーマの話になると実際に退治されたなんて話が残っているんだぜ。それは気になるわ、ぜひ解説してちょうだい。それじゃあ今回は、世界中で退治された怪物たちを紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。まずはアメリカ、イリノイ州のシカゴの事例から紹介しようと思うぜ。1953年当時、この地域ではシカゴリバーモンスターという、体重200トンにも及ぶ爬虫類が出没すると言われていたんだ。200トン？念のためもう一度聞き直してもいいかしら？キロじゃなくてトンなのよね？そうだ。単位に間違いはないぞ。体重から推測するに、体長は数十メートルと言われているぞ。シロナガスクジラが200トン近くあって30メートルだから、それくらいを想像したらいいかもしれないな。とんだ化け物ね、人間なんか簡単に丸飲みされてしまいそうだわ。このモンスターによる人的被害や、物的被害は後を絶たず。そこで、どうにかして被害を抑えようと消防隊が立ち上がったんだ。その中でも勇敢だったのが、まだ新米のアルビン・ジョンソンだった。他の隊員がひるむ中、彼だけは真正面からモンスターに対峙したんだ。すごい勇気ね、生まれ持ってのヒーロー体質だったのね、きっと。彼は隊長の生死を振り切ってまで、モンスターに挑み続けたそうなんだ。周りで見ている隊員たちは、勇敢だ、と褒めたたえたり、中には命知らずのバカだと言ったり、当人もアドレナリンが出ていて何も考えていなかった。気づけばモンスターと戦うことを選択していて、逃げるという選択肢はなかったと後に語っているぜ。一歩間違えたら命の危険があるんだものね。確かに味方によっては、大バカ者と言われても仕方ないわ。アルビンはモンスターに向け、消防ホースから水を放水し続けた。40分の死闘の末、見事アルビンはモンスターを海の方へ返すことに成功する。やったわ、アルビン、やっぱり勇者だったのね。これで彼をバカ者呼ばわりすることなんてできないわ。この功績が認められ、アルビンは後にファイアースレイヤーオブザイヤーを受賞するんだ。そして、また後の話。当時のオバマ大統領から直々に感謝の電話を受けたんだぜ。本当に英雄になっちゃったのね。そりゃそうよね。命を捨てる覚悟だったんだもの。このモンスター、現在ではミシガン湖に生息しているのではないか、という噂があるんだ。その理由として、多くの目撃情報が寄せられていること。そして、巨大生物と思われる大きな生物が撮影されているんだ。じゃあ、あのモンスターが海から再び川を遡上して、湖に住み着いちゃったってことかしら？ミシガン湖では巨大生物が船を襲った。警察が巡回中に巨大生物を目撃した。などの情報があるんだが、どれもさっきのモンスターほど大きくないんだ。せいぜい3メートルから9メートル程度で、シカゴリバーモンスターには、とても及ばない大きさだ。じゃあ別のユーマの可能性の方が高そうね。撮影された写真についても不鮮明だから、確信をつくようなものではないな。そして、海からミシガン湖に行くまでには、シカゴ運河を通る必要がある。しかし、この運河は様々な制約やシステムがあって、簡単には巨大生物が通れないようになっているぜ。そうなると、謎が深まるばかりね。そもそも、最初のアルビン含む消防隊の話だが、これ自体がフェイクだったのではないか、と見る説もあるんだ。話がフェイクというよりは、当時写真付きで報道されたんだが、その写真がフェイクだったために、話自体も疑われるようになってしまった。という説だな。せっかくの英雄譚だったのに、フェイクが事実だとしたら台無しね。次は中央スーダンのラウについて紹介するぜ。ラウは、中央スーダンのノコという湖に生息するユーマだ。全長約3メートルから30メートルの巨大なエラスモサウルスに似た生物だ。こちらもシカゴリバーモンスターに負けず劣らずのサイズ感ね。特徴として、先細りの長い首、黄褐色の色素、さらにはヒレを持つ、巨大な生物とされているぜ。まるで恐竜のようね。そして、このユーマも退治された話が残っているのね。このユーマの存在が初めて認識されるようになったのは1914年。大きなラウが原住民によって退治されるんだ。それを知った研究者は骨の一部をイギリスの大英博物館に送ったんだ。
大英博物館が出した答えは大型のパイソン、つまりヘビではないかという結果だったぜ。でも博物館の人が見た結果よね。もっと大学や研究所みたいなところで見ないとわからないんじゃないの？私もそう思うんだが、正式な調査や研究は行われず、結局はっきりとした結果が出なかったんだぜ。もやもやしちゃうわね。それから10年後の1924年、またモラウを退治したというニュースが飛び込むんだ。今度はしっかり調査してもらいたいわね。前回の件もあって今回は本腰を入れて調査をしようとしていたのだが、いざ、調査を開始してみると、サンプルとして持ち帰った骨が、明らかに違う動物の骨だったことが判明するんだ。またも話のでっち上げかしら。話によると、原住民が本物のラウとされる生物の骨をお守りにするために、別の動物の骨とこっそり、すり替えてしまったらしいんだ。ラウは原住民の中で、神聖でとてつもない力を持っていると、語り継がれている生物だからな。それじゃあ、またちゃんとした調査ができずに終わってしまったわけね。まあ、そうなるよな。研究者側は新種の生物発見か、って心躍らせていたのに腰を折られて激怒。原住民がした行為について激しい論争になったそうだ。まあどちらの言い分もわかるけども、私としてはちゃんと調査をしてほしかったから、原住民の行為は少し許せないわね。調査さえできていればラウの存在がはっきりと新種として認められたかもしれないしな。解明されなかったからこそ、現在でも語り継がれる伝説の生物になったという見方もできるな。どちらにせよ、またもやもやしちゃう話ね。お次はまたアメリカからだ。アーカンソー州のオザーク山地の洞窟に住んでいるとされるユーマだ。洞窟に住むユーマだなんて、雰囲気があってゾクゾクしちゃうわね。名前はゴーローと言うんだが、由来について知っているか？わからないけど、日本人の男性の名前っぽいわね。ゴローとかゴーゾーとか。それはさすがに違うぞ。ヒントは音だな。そういえば、なんだか鳴き声っぽいわよね。ガオーとか、キャースとか、なんか擬音っぽい響きよね。お、今日の霊夢は勘がいいな。その通り、鳴き声が名前の由来になっているぜ。まさか当たるとは、でもどんな形でも褒められるのは嬉しいわね。ゴーローは、巨大なトカゲのような生物と言われているぜ。体長は約6メートルで、大きいものではそれ以上になるとされているぞ。世界最大と言われているコモドドラゴンでも3メートルだから、単純に倍もあるのね。体は硬い鱗で覆われ、足には鋭い爪、口には大きく鋭い牙、背中には人間をも貫くとされる大きく鋭いトゲを持っているぞ。なんとも恐ろしい生物ね。一部の目撃談では羽を持っていて、空を飛ぶともされているぞ。そんな生物が人間の手によって退治されたのね。ゴーローが退治されたという話は1897年。当時の新聞にも掲載された話だ。退治したのは地元のウィリアム・ミラーという男性だ。ミラー氏は家畜やペットが、何らかの生物によって惨殺される事例が多発していることに憤怒。きっと正体は伝説の生物ゴーローに違いない、として同志を募り、討伐隊を結成するぜ。勇敢な人たちが集まったのね。頑張れ討伐隊。ミラー氏たち討伐隊はゴーローを目撃するや、追跡を開始。ゴーローと思わしき生物は途中で見失ってしまったんだが、明らかに住処とされているような洞窟にたどり着いたんだ。そこには動物のものだけではなく、人間のものと思われる残骸も転がっていたんだぜ。相当な悪さをしていたのね。人間もそうだなんて、凶暴な生物ね。討伐隊も気をつけて。討伐隊は洞窟の入り口で待ち伏せをしたぜ。しかし、ゴーローが姿を現したのは、ほど近い湖からだった。笛を突かれた討伐隊だったが、そこは勇敢な男たち、一斉射撃をゴーローにお見舞いしたんだ。やったわ、さすがだわ、お見事、エクセレント。こういう話って、聞くだけでもエキサイティングしちゃうわよね。そうだな。でも霊夢は興奮しすぎだ。話を続けるぞ。息を引き取ったゴーローに近づいてサイズを測ると6メートル以上もあったらしいぜ。ミラー氏は研究のために、この生物を博物館に送ったんだが、途中で紛失してしまったらしい。また、正体がわからずじまいのパターンなのね。ユーマにはこの手の話が多いよな。新種かもしれない貴重なサンプルなのに、本当しっかりしてほしいわ。次はヨーロッパ。フランスからの実例だ。今回初めてのユーラシア大陸ね。紹介するのはジェボーダンの獣だ。狼に似ているけど違うのかしら？じゃあ簡単に解説していくぜ。ジェボーダンの獣は、18世紀のフランスのジェボーダン地方で次々と人間を襲った未確認生物だ。人間を襲うなんて恐ろしいわね。体長は約 1.7 メートル。
狼に似た見た目だが、体格は牛のようだったとされる。体格もだが、毛の色が普通の狼と違う赤茶色だったので、目撃者は口を揃え狼説を否定してるぜ。そして、ジェボーダンの獣は鋭い牙と、爪の二つの武器を持っている。それプラス、人間を引きずって走れるほどの異常な力を持っていたんだぜ。確かに、そんな獣を野放しにしとくのは危険だわ。なるべく早く退治しないと。ジェボーダンの獣は、家畜やペットももちろんなんだが、人間を好んで襲うという特徴がある。普通の動物って、基本的には人間を恐れて逃げていくわよね。そして、中でも女、子供を選んで襲っていたという話が残っているぜ。このジェボーダンの獣、最初はその名の通り、ジェボーダン地方で話題になっていただけなんだが、あまりにも被害が増え、猛威を振るっていたことから、噂が国内全土に広がり、ついにはフランス政府が動くんだ。国を挙げての討伐が計画されることになるんだぜ。すごい規模ね。でも国を挙げての討伐だから簡単に仕留められそうね。一件落着だわ。それがそうもいかなかったんだ。1764年に行われた最初の作戦は姿を見つけることすらできず、失敗に終わってしまうんだぜ。次の作戦で見事ジェボーダンの獣と思われる生物を仕留めたんだが、2ヶ月後にまた被害が出始める。っていうことは、2頭いたか、もしくは、仕留めたのは別の生物だったってことかしら。それから1年半もの間、被害は続いたんだが、政府はすでに関心を失ってしまっていてな。そこで立ち上がったのが地元の漁師ジャン・ジャステルだったんだ。ジャステルは見事、獣を仕留めることに成功し、それ以降は被害がピタリとなくなったんだ。やったわ、これで人々も平穏な日々を送れるようになったのね。そういうことだ。この獣も当時の研究者によって正体を探ったんだが、結局わからずじまいだ。あまりにも昔のことだから、科学も技術も発展していなかったからな。そうね。今まで紹介してくれた中でもかなり昔の話だものね。これはどうしようもないわね。さあ、次に紹介するのはコンゴ共和国の北東部に位置する。陸アラ地方に存在する楕円形の湖、テレコに生息する、モケイレムベンベだ。特徴として装飾の首長恐竜のような見た目で、体長は5から15メートルほど。四足歩行で、柱のような足の周囲は90センチ、歩幅は2メートルほどと推測されているぞ。恐竜がまだ生き残っているってことかしら。ちなみにモケイレムベンベとは、現地の言葉で虹を意味するぜ。そして、そのロマンや神秘性から、ネッシーやビッグフットに並ぶほどの知名度を持つユーマなんだ。私は知らなかったけど、そんなに有名なのね。このモケイレムベンベ。装飾にもかかわらず、性格は凶暴で原住民をたびたび困らせていたんだ。それで退治をしよう、って流れになったわけね。これは1980年に、アメリカの研究者2人が現地に赴き、調査をしていた時に判明した話なんだが、なんと、原住民がモケイレムベンベを退治して、その肉を食べたとされる話が残っていたんだ。ユーマを食べたなんてびっくりすぎるわ。1959年、2頭のモケイレムベンベが出没して原住民のなりわいの漁業をしているところ、邪魔をしてきたらしいんだ。そのうちの1頭が、原住民の作った柵を壊し、なおも暴れ回っていたんだ。それに業を煮やした原住民たちは、その一頭を次々と槍でついていった。さすがに原住民たちも、黙っていないわね。激しく抵抗していたその一頭も、徐々に弱って最後は息を引き取ったぜ。そして原住民たちはその肉を食べることにした。その考えに行き着くのがすごいわよね。よく得体の知れないものを食べようって考えになったわね。私だったら怖くて食べられないわ。食い意地が張っている霊夢でも、さすがにユーマの肉は食べられないんだな。グルメと言ってちょうだい。でも味はどうだったのかしらね。気になっちゃうわ。味についてのことは見つけられなかったが、モケイレムベンベの肉を食べた人間、全員亡くなったそうだ。次々ともだえるように苦しみながら、一人残さず亡くなってしまったらしい。ひえー。だから言ったじゃない。怪しいお肉は食べちゃダメよ。でも何か毒でもあったのかしら？それか大きな生き物だったからちょっとずつしか食べれなくて、日にちが経って腐ってしまった肉を食べて食中毒？それともモケイレムベンベの呪い？なんだか寒気がしてきたわ。マリサ、次行ってちょうだい。それじゃ次行くぜ。今度はメキシコや南米、アメリカなど複数の国から、トカゲの怪物について紹介するぞ。通称エルラガルトオンブレ、日本語に訳すと、トカゲ男だな。トカゲ男だなんて特撮ヒーローものの怪人みたいな名前ね。トカゲ男はメキシコの各地で目撃されていて、
特徴も鱗がある肌を持ち、長い尾を持つトカゲのようなものとされたり、トカゲのような顔を持ち、全身が毛深く覆われている人間のようなものと言われたり、体長も数十センチから数メートルと、かなりばらつきがあるんだ。確かに全然違う種類に聞こえてしまうわね。あとはトカゲ男は人を襲うとされるのが定説なんだが、それとは逆に、中には人々にお金や宝物を与えるという伝説も残っていたりするんだ。また、全く逆の性質ね。どっちが本当かわかんなくなっちゃうわ。もしくはどちらも本当なのか。つかみどころのないやつなのね。トカゲ男。メキシコの他に、南米各地でも存在は認識されていて、ペルーでは、人々に豊穣や繁栄をもたらす存在として崇められ、ブラジルでも、人々に宝物を与えるという伝説が残っているんだ。これまでの話を聞いた感じ、私はトカゲ男がいいやつに一票入れるわ。アメリカでもリザードマンとして認識されており、こちらは暴力的なユーマとして語られることが多いぞ。今回紹介する退治の話はアメリカからだ。アメリカにはユーマを退治する猛者がたくさんいるわね。アメリカの空軍に配属されていた、二等兵のケネス・オレの話だ。ケネスは沼のそばで散歩をしていたところ、目の前に突如、気味の悪い男が現れる。よく見るとその男は、全身鱗に覆われており、体はぬめっていて、赤く光る大きな目を持っている。出たわね、リザードマン。明らかに人間ではないことと、殺気を感じたケネスはリザードマンに向けて数発、銃を放った。そのうち一発が見事首に命中したものの、結局は取り逃がしてしまう。惜しかったわね、あと一息だったのに。その後ケネスは、銃の不法所持で告発され、トカゲ男の話もでっち上げだったと告白しているんだ。確かに取り調べでそんな話しても、信じてもらえないわよね。そもそも、なんでそんな自分の得にもならない話を、でっち上げたのかって疑問も残るな。その後アメリカでは、リザードマンの目撃談は、ほとんどなくなってしまったらしいぜ。もしかしたら、ケネスの話は本当で、当たった一発が致命傷になっていた。なんてこともありえるわね。最後に紹介するのは私たちが住む日本からだ。ここ日本でも退治されたユーマがいるなんて、興味深いわ。ぜひとも聞かせてちょうだい。よし、じゃあ行くぞ。日本で退治されたユーマ。その名はイノゴンだ。名前から推測するに、イノシシみたいなユーマかしら？霊夢。正解だ。今日はほんと冴えているな。イノゴンは1970年に、京都で捕獲されたとされるイノシシに似たユーマだ。特徴として、口からは鋭い牙が生え、目は薄い青色で、目撃者によると、まるで黒いサイのような怪物であったということだ。イノシシに似ているが決定的な違いとして、イノシシ特有の硬い剛毛が生えてなかったんだ。体毛のないイノシシを想像したら、なんだか不気味ね。そして、日本の普通のイノシシのサイズの、約2倍ほどの大きさだったんだぜ。普通のイノシシでさえ、出会ったらびっくりしちゃうのに、2倍もの大きさだと腰を抜かしちゃうわ。イノゴンは、京都府の綾部市高津で地元の猟友会の手によって捕獲されたと言われている。なんでも、モグラの穴か何かにつまずいてこけたところを、待ち伏せしていた漁師に撃たれて、お亡くなりになられたそうだ。随分間抜けな最後だったのね。なんだかちょっと気の毒だわ。そして、このイノゴンについて、驚くべき話が残っているんだが、なんと、このイノゴンは捕獲された後、人間に食べられてしまったんだ。猟友会の人たちが、ボタン鍋にして食べてしまったらしいぜ。驚きだよな。なんてこと、さっきのモケイレムベンベの話が出たばかりなのに、やめときなよ。それで、食べた人たちはどうなったの？安心しろ、霊夢。今回はみんな無事だ。しかも、とても美味だったらしいぜ。それならよかった。安心したわ。漁師たちは長年の経験と勘で、食べられることがわかったんだろうな。勇気があると言えばいいのか。無謀と言うべきなのか。グルメの私でもやっぱりユーマは躊躇するわね。にしても得体の知れないユーマを食べるのは危険だから、良い子のみんなは真似しないようにね。多分誰も真似なんかしないと思うぞ。以上で人間に退治されてしまった世界のユーマの解説を終わるぜ。あと、今回の怪物の正体は別の動画でそれぞれ詳しく説明しているのでそっちを見てくれ。他の古代生物生存説は再生リストにまとめてあるから、他の動画も見てね。個別の動画と再生リストは概要欄に貼っておくぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。